本当にグッド。あ、ごめんごめん、俺やる俺やる。大丈夫、ありがとう。ゆりちゃん優しいんだから。ゆりちゃん超久しぶりよ、俺めちゃめちゃ会いたかった。私も会いたかった。だってもう何週間ぶり、ゆりちゃん仕事で全然帰ってきてくれないんだもん。ないの、いじけないの、もういい匂い、もうご飯できてる感じ。うん、今日はね、大奮発しちゃったから、楽しみ。食べよう食べよう。やっぱり久しぶりの大ちゃんの料理最高。あー、もうよかった。今日はさ、まだお店でも出してないんだけど、隠し味にナツメグ入れてみたんだよね。ゆりちゃん喜ぶと思った。超美味しかった、ありがとう。どうしたの？うん、本当に美味しかった。すっごく美味しかった。じゃあ大ちゃん、 いつものご褒美欲しいな。え、いつもの？しょうがないな、ちょっと待ってて。次は川田くん、川田大輔くん。はい。こんにちは。こんにちは。大輔くん、今日はどうちまちたか？なんか胸がすごいドキドキするっていうか。胸がすっごいドキドキするの？うん。それは心配だな。先生ちょっと測ってみるね。うん。あれ届かないな。届かない？調整器届かないよ。どう？まだ届かないよ。まだ届かない？よし。どう？全然届かないよ。全然届かない。よし。届け。全然届かないよ。よし、届け。ちょっと届いたけど、ああまだ聞こえないな。全然ダメだ。全然ダメだよ。よし、よし、行くぞ。届かないよ。先生どう？ちょっと届いた。まだ？治るってお母さんからいつも言われてるのがあるの。なんだろう、先生にも教えてほしいな。じゃあ今からするね。大輔くんの病気が治るんだったら先生も何でもしてあげる。ただいま。ゆりは帰って。鼻ちょんちょんして、ちょんちょんちょん。ことのさん、ちょっとユリア、私の留守中に変なことしないでっていつも言ってるでしょ。琴乃ちゃん、ごめん、ごめんなさい。ったく、そういうことするの勝手だけど、外でやってよね、ホテルとか車の中とか公園とか。公園って、それ条例違反だよ。なんなのあのデブの変態。そんなに太ってないよ。いや、デブでしょ、十分太ってるでしょ。それに、変態って言い過ぎじゃない？変態でしょ、彼女にジョイのコスプレさせて、幼稚プレイさせるなんて立派な変態でしょ。それぐらいみんなやってるわよ。やらないわよ。普通の女の子なら 100% 別れるよ。あんた男性経験少ないから分かんないだろうけど。でも可愛くていいじゃない。大ちゃんコックだから料理もうまいし。琴乃さんもどうですか、ハンバーグ。まだ残ってるんで。ありがとうございます。
結構です。ちょっと、なんで食べないのよ。何が入ってるか分かったもんじゃないよ。何も変なの入ってないよ。分かんないでしょ。とにかく私はあの人と付き合うなんて反対だからね。前の人の方がずっと良かったよ。誰？キリュウさんって言ったっけ？あんたがずっと憧れてるって言ってた人？前偶然会ったんだけど、イケメンだしクールでいかにも仕事できますって感じで。月岡に来たのは巨額の詐欺疑惑があるさ。商社の経営者だ。月岡、名前を変えたところであいつに間違いない。お前自身ずっと気になっていたはずだ。この男は姿を生かしてから何年もな。何？どうかした？何でもない。ならいいけど。でも本当に私はあの人は反対だからね。ありえないって。もし結婚でもしようもんなら絶縁だよ、絶縁。マジで家族の縁切るからね。ああ、こっち。山川さん、何ですかその格好。お、似合うだろう。昨日渋谷で買ってきた。それでどこ向かうんですか。例の商社の説明会だ。説明会、うん、奴らがこれだけグループを拡大してるのは販売スタッフに多額のインセンティブを与えてるからだ。リストラされた中年から就職難の学生まで、多くの連中が金に目がくらんで集まってきてる。私たちもそこに。その通り。ちょ、何ですか。ああ、いいか、俺たちは学生時代から付き合ってるラブラブなカップル。朝から晩まで一緒にいたい、離れたくないってことで二人で同じ会社に就職したはいいが、会社が不当たりを出して二人とも路頭に迷ってるっていう設定だ。いいな、うまく話合わせろよ。なるほど、それは随分辛い目に遭われましたね。そうなんですよ。いや、他の会社よりも安定してるっつうから給料安くても我慢してたのに、不当たりとかありえないっつう話ですよ。よくそういう方いらっしゃるんですよ。残念ながら今の日本のシステムはお二人のような優秀な人材を受け入れる器がありませんから。いや、そう、その通りっすよ。嘆かわしいことだと我々も危惧してます。